三脈。バルトマ丼でーす。お待たせしました。お茶まんべいの毛ガニ、ツイッター今あげました。ツイッターにあげたんだけど、100g、1000円、多分安いと思います。そんなもんか。のんたんアットマークおじゃる丸さん、毛ガニの毛を眉毛に移植しよう。移植しようじゃねえよ。で、これは例えばネットとかで安いやつが売ってんじゃん。安い、これより全然安いやつが売ってんだけど、あれは冷凍もんなんだよ。冷凍もん。俺ここだったら毛ガニを刺身で食いたいって言えば生で送ります。だいたい8割9割の人はここでボイルしてそのまま送ります。だからうまいはず。できれば351個丸々食ったらすごい贅沢だよ。501人食ったらね、もういいわってなるわ。これはもう贅沢の極み。ほうじ茶さんご隠居にいたずらされました。されてます。さあちょっと待てよ、あと何分かな。あと2時間かかる。移動じゃないよ。ガッキーさん、多分秋田とかは2メートル級の雪積もってるよ。おいおいおい、勘弁せえや。岩手、松さん、青森と秋田の県境は雪多い。キーさん、太平洋側はあまり雪ない。太平洋側あまりない。太平洋側降りてくか。おいで。久しぶりにちょっと岩手も行ってみようか。なんか今日ずっと運転してない？僕回遊魚でマグロみたいなもんだよ。もう止まれば死ぬんだよ。止まれば死んじゃうから、回遊魚ご隠居。はーるばる来たぜ、はーごらぜー、あなたにあげたい酒茶漬け。およそ50メートル先、右方向です。青森行き。残機弁当。6月21日に、始まった北海道一周の旅。はい、ここ降りたんだよね。ここのフェリー乗り場降りて、ガッキーさん、その右足なんか偉そうやな。偉いんだって。はい、皆さんありがとうございました。北海道一周8ヶ月かかって完了しました。ありがとうございます。皆さんの多大なる応援をもとに、ご隠居は北海道一周なんとか8ヶ月かかってできました。ね、去年の6月21日に、ここに到着しまして、なんとか、北海道一周することができました。間にね、いろいろありましたけど、ありがとうございました。ということで、これから私は、青森に向けて、津軽海峡冬景色を見ながら、乗船していきます。それではこれからスタートしますんで、ありがとうございました。さよなら。これから上陸です。本土ここちゃんさん、もう着いて、これから上陸します。青森上陸、本土上陸、ありがとうございます。これからね、本土の長い長い縦断始まります。はい、北海道旅は終了いたしました。ありがとうございます。まだね、来年夏前にね、行くかどうかは分かんない。当事者さん、はい、給食の時間だよ。青森に到着しました。さん、ご隠居金はどうしてるの？はい、本土上陸。ありがとう、本土上陸。サンキューベルマッチ。一気さん、地震小屋で北海道。マジで？ほにゃにゃにゃさん、ご隠居助かった。震度 5？ どこが地震発生。何が起きるね。ほいさん、地震だ。地震だ。あ、だからウィーンってなったんだ。あれ、地震のサイレンが。だろう。さあ、ほなね、皆さん、ここでお別れしときましょうか。
はい、今回の動画はどうでしたか。よければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。